スマホで見ても、その、すごいっていう、やっぱ分かる。これを映画館で見たいって思わせるっていう、見てて楽しい、かっこいいだけじゃないっていう、アニメーションとして、その数段、その上のことをやりながら。はい、以上です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は、長靴を履いた猫と9つの命です。3月17日公開で、まあ、2週間ぐらい経ってるんですけど、まあ、新仮面ライダーと同じに出てて、まあ、僕はちょっと、まあ、予算的に1本しかいけないっていうことで、まあ、仮面ライダーを選んだんですけど、評判がめちゃくちゃいいということで、まあ、ずっと気になってたんで、まあ、3月31日が、まあ、見たい映画がないなと思ったので、行きました。まあ、先にツイッターの方で、この映画の冒頭のアクションシーンが、まあ、公式でアップされてて、まあ、それを見たんですよね。それがあまりにもすごかったんですよね。あ、ここまでやるんだっていうのがあって、見たいなと思ったんだけど、だけど仮面ライダーを選んだということがあって、まあ、その期待値自体はすごい高かったということで、まあ、ようやく行けたという感じなんですけど、今晩長靴を履いた猫っていうのが、まあ、シュレックですね。シュレックに出てくる、まあ、キャラであって、まあ、それの一応スピンオフという形になってて、で、この長靴を履いた猫自体が、まあ、その、これの前にあと一応2本、まあ、その長靴を履いた猫っていう、まあ、タイトルで あるんですよね。で、それネットリックスにあるんですけど、今僕ネットリックス履いてないので、ちょっと見れなかったんで、完全に、まあ、初見というか、まあ、シュレック自体も、前テレビでやってたのは、まあ、横目で見てたぐらいで、ちゃんと見てはいなかったというのがあって、ほとんど知識がないような感じで、まず、ね、見たという、まあ、感じになってます。まあ、もともとこの長靴を履いた猫っていうのが、その古典からまあその出てきたキャラクターであって、まあ、猫は9つの命を持ってるっていう、まあ、その、まあ、偶話 の、まあ、その設定っていうのを、まあ、そのまま、まあ、使ってるわけで、まあ、日本でもその100万回生きた猫とか、まあ、あるわけですけど、これまでの人生で8回、まあ、死んでしまって、最後の一つになったその命をどう使っていくのかというか、その最後の一つになった命ってなった時に、その死っていうものが怖くなってくるような、今までの人生とかを振り返ったりとか、まあ、そういったふうなことをしていく映画かなと思います。まあ、ということで、鑑賞後に僕がツイッターにアップした感想を読み上げます。シュレックのキャラのスピンオフだけど単体で全然 OK。 アクションも猫表現もアニメ表現がズバ抜けてすごい。しかしそれは物語に引き込むための手段であり、たった一つの人生の価値を突きつけてくる。絵本が放つシンプルな教訓の説得力。そのまあ公開から時間経ってるんですけど、まあ、そこそこ人が入ってて、まあ、よくよく考えてみれば春休みだなという、まあ、感じがあったりとか、まあ、子供が結構、まあ、多いというか、その声が聞こえてきたりとか、まあ、するわけですけど、まあ、そのまあ子供が見て、まあ、すごい楽しいということは、まあ、もちろんそうなんですけど、やっぱりその大人が見て、やっぱグッとくるっていう部分ですね。まあ、まさしくクレヨンしんちゃんっていうような、そのなんか映画っていう感じがしたかなと思います。で、まあ、物語としては、なんか冒頭で、なんか隕石みたいなものが地球に落ちてくるんですけど、そこになんか星が落ちてくるんですけど、その落ちた星の場所を示しているなんか宝の地図があって、でそれを奪い合って、その星のところに行って自分の願いを叶えようみたいな。まあ、それで熊を従えてるゴルディっていうのと、まあ、パイ工場というか、まあ、そこの、まあ、その子供ですね、その金持ちの息子、その道楽息子のその独裁者みたいなのが、まあ、出てきてっていうことで、まあ、その三つどもえの戦いになっていくというような、まあ、感じになってくるんですけど、ゴルディっていう、まあ、その熊を3匹従えている、その、まあ、女性が出てくるんですけど、これが、3匹の熊っていう、まあ、絵本があって、僕も実家にあるんですよね、その3匹の熊、まあ、昔見たことあるなって。まあ、その途中から、まあ、そのもろにその3匹の熊っていう、まあ、その絵本の、のキャラクターですよっていうふうな、まあ、ことを言ってくるっていう、まあ、そのシーンがあるんですけど、で、その星に願いを、まあ、叶えてもらう、それぞれのなんか思惑というか、その、まあ、主人公のプスっていうのは、その、またその9つの命を手に入れて、その、また自分はレジェンドとして、生きていくんだって。3匹の熊のところは、その、まあ、ゴルディっていうのが、その、自分の本当の家族が欲しいって、人間の家族が欲しいって思ってるっていう。で、その独裁者みたいなやつっていうのは、その自分はもっともっとすごい、力を手に入れたいっていう。結構やっぱ分かりやすい、やっぱキャラクター設定というか、その絵本とかそういったところから、まあ、もろにそのモチーフをやっぱ持ってきてるっていうのがあって、まあ、子供が見ても、大人が見ても、納得いくというか、納得以上のものを見せてくるっていう風になっていくわけですけど、最初のやっぱ冒頭のアクションシーンですね、Twitter とか、まあ、YouTube とかでももう、出しちゃってるやつなんですけど、それも本当に開始5分ぐらいで始まるようなアクションで、本当にこのアクションっていうのはもう本当に出してよかったんだなっていうぐらい、まあ、本当にこう一番最初に出てくるし、でそういったアクションっていうのがボコボコあるんですよね、その2時間ないぐらいのその尺の中でやっぱたくさんあるんで、別に一番最初のやつそれを見て、あ、これ映画館で見たいって思わせるっていう、まあ、その最近のやっぱ手法で、やっぱ本編とかネタバレ
とかもしてもいいから、スマホでもそのテレビでもパソコンでも映画って簡単に見れるようになってて、それ配信とかでその安くで見ることができる。じゃ映画館っていう環境、その真っ暗ででっかいスクリーンですごい音響で、これをそういった環境で見たくないですかっていうのを、やっぱ先出しでネタバレになるかもしれないけど、だけどそれを見せちゃうっていうことですね。まあ、今回がその冒頭のアクションシーンなんですけど、それはやっぱそのスマホで見てもそのすごいってやっぱ分かるわけですね。これを映画館で見たいって思わせるっていう、まあ、その最近のその、まあ、営業方法としてあったわけで、まあ、まさしくそれはすごい成功してるかなと思うんですけど、そういった表現がすごいたくさんあるわけで、アクションがすごいって、アニメーションとしてアクションがめちゃくちゃすごいっていうことで、その猫表現ですね。猫ってやっぱこういう動きをするよねとか、その猫あるあるとしての、まあ、表現とか、そういうところまでこうしっかりやるんだなっていう、まさしく猫っていうのすごいリアルな猫っていうものを描くっていうところで、その、まあ、かっこいいとかわいいをしっかりアニメーションとして見せる部分もある。ただそこがいいっていうだけ、見てて楽しい、かっこいいだけじゃないっていうことですね。それをそういったそのリアリティを持たせつつ、そのアニメーションとしてすごい数段その上のことをやりながら、伝えるべきメッセージっていうものを何なのかっていうことがやっぱりその重要になってくるわけですね。その映画っていうものを一本やるっていうことはやっぱそこが重要になってくるんですけど、まあ、まさしくこの映画はそれをまあやってのけたなというのがあるかなと思います。まあ、その宝の地図っていうのが、そのまあ宝の地図でそのまあ場所を示していくんですけど、まあ、持った人ごとにそのなんか道筋が変わるんですよね。で、道筋が変わるっていうか、なんかもう地形が変わっちゃうんですけど、その人を持った人の人生に反映して、なんか試練とかがそれぞれ違うんですよね。主人公チーム、まあ、特にまあプスですね、主人公、まあ、長靴を履いた猫がその、まあ、抱えているものっていうのは、その自分の過去、まあ、まさしく武勇伝、レジェンドとしてみんなにこう慕われるそのレジェンドっていう風に扱われているその自分っていう、まあ、まさしく武勇伝を抱えている、そして過去っていうものがあって、レジェンドとしてあり続けるためにはやっぱ誰かと一緒にいるっていうことができなくて、でその自分一人でずっと生きてきたっていうこと、9つの命があった、だけどその命をそのほぼ無駄に8個なくしてしまって、ラスト1つになった時にその自分の命っていうものを終わらせたくない、自分のその伝説を終わらせたくないっていう風な、そのなんかしがらみっていうのがその試練になっていくし、でその3匹のクマとそのゴルディっていうのは、そのゴルディがその人間の家族が欲しいっていうふうに馬を持ってるっていうところあるんですけど、最終的にそのクマとは行動してる、だけどそれは一応そのなんていうかな、星に願いを叶えるためのビジネスパーソンとして一緒にいるんだっていう風な感じがあるんだけど、だけどドラゴンボールと一緒なんですけど、そのドラゴンボールで叶えようと思ってた願いっていうのは、結局そのブルマとヤムチャはそのドラゴンボールの願いなしに結局くっつくみたいな感じで、まあゴルディと3匹のクマっていうのはその冒険を通して、やっぱりここにいる今この4人でいるのがまあその最適なんだっていうことで、この4人こそ家族なんだっていうことに気づいて、一緒にいるっていうことを再確認するっていう。でその独裁者ですね、その独裁者はそのまあ自分の部下とかをその何人死のうが目的のためなら何人死のうが構わないって言って、そのどんどん見捨てていくんですよね。親身になってるコオロギがいるんですよね。でそれがまあピノキオのコオロギみたいな感じになってるわけですけど、ちゃんと人間なんだって考えて寄り添おうとするんだけど、結局まあ裏切られるっていうまあことになっていくっていう、絵本としてその童話としての教訓話として、まあすごいベタっちゃベタなんですけど、でそのプスっていうのはそのまあ地図に沿って自分の今まで の8つの命捨てて、簡単にゴミにしてきたようなその8つの命とその向き合うとかいうことがあったりとかで、そのウルフっていう、まあ、その死神っていうのがまあ、襲ってくるっていう風な、この命が終わったら死ぬんだっていうそのギリギリのところに立つことによって、その死と隣り合わせだからこそ強さを得るっていうような、まあ、方向になっていくっていう、まあ、全部ベタなんですけど、ベタなんだけど、だけどやってるアニメ表現がすごすぎるから全然ありっていう風な感じになってるし、やっぱりその脚本の整理がやっぱ異常にできていることと、そのまあ道中のなんか省略の仕方とかやっぱすごい表現がうまいんで、結構その展開はめちゃくちゃ早いんだけど、ついていけないっていうわけじゃなくて、こうすんなり受け入れられるようになってるし、まあなのでまあとにかくアニメ表現がすごいっていうことで、それはやっぱその物語を伝えるためっていうもの、その没入感のため
にあるっていう風な、まあ、感じはあるわけですけど、逆もまたしかりというか、まあ、物語がシンプルだからこうなんか頭がごっちゃになることもなく、そのすんなりそのアニメの凄さ、かっこいいところも可愛いところもこうすんなり受け入れられるっていう風になってて、まあ、その、まあ、双方がやっぱそのうまくいってるんだなっていうのがあって、その引き合いにしていいかはあれですけど、まあ、やっぱアバターですね、ウェイオブウォーター、あのアバター2はアバターやっぱその1作目がやっぱすごい良かったんですけど、やっぱ2作目って CG の、 異常なそのクオリティで、もうもはやこうアニメじゃんっていう、映像としてすごいものを作ったっていうこと、その没入感でその何を伝えるのかっていうことの部分で、やっぱアバターって映像の革新性とその物語の普遍性っていうものがうまい具合に消化してなかったんですよね。映像はすごいけどなんか物語が別にっていうような、あの感じはすごいあったんですよね。まあこの違いは何なんだろうなっていうのはなんかすごくやっぱあるなって思うんですよね。映像だけがすごいっていうわけじゃなくて、ちゃんとその物語にもしっかり説得力があるし、何回も擦られてるはずのものなんだけど改めて感動できるっていうのはなんかこうすごいことをしてるなっていうふうにまあ思うかなと思います。記念日はその新仮面ライダーとまあ同じ日に公開されたということで、まあ、その仮面ライダーとそのアクションっていう意味でまあ、どうだったかとかですね、まあ、グリッドマンユニバースとかで、まあ、あれもその、まあ、単体で一応見ることはできるんだけど、その改めてその前の作品との関連性とかもやっぱその考えながらやっぱあったりとかするんですけど、まあ、今回この長靴を履いた猫と9つの命っていうのはそのシュレックのキャラクターであり、その猫の、まあ、2本前に映画があってっていうこと、そういうのをもう全然見てなくてもここから始まったっていうふうに考えても全然見れるように設定している設計しているっていう、まあ、それぞれのいいところ悪いところあるんですけど、単体としてのそのブラッシュアップのさせ方っていう意味では、まあ、めちゃくちゃすごいっていうことだけは言えるかなと思います。で、まあ、これまあネタバレというか、まあまあ、すでにもうだいぶネタバレな話をしてると思うんですけど、ペスとキティがその、まあ、結婚するっていう話にまあ昔なってて、でプスはその、まあ、直前で、まあ、逃げたというふうになってて、でキティも実は私も、まあ、逃げたんだよねっていうふうなことをまあ言ってたんですよね。まあ、僕はそれを見た瞬間に絶対後でそのキティがそのウェディングドレス着て待ってたんだけど置いていかれたっていうようなそういったカットが絶対入るんだろうなと思って、本当にこう泣かせに来るんだろうなと思ってたんですけど、まあ、本当にキティも結婚式行かなかったのかなとか、まあ、多分絶対案としてはあったはずなんですけど、なんでそれをやらなかったのかということですね。まあ、最終的にその3人がその友情という形で結ばれるっていう意味で、プスとキティが、まあ、その愛情っていうものでその結びつくことで、その3者がのなんかパワーバランスが一定にならないからっていうことだったのかもしれないなとか、まあ、思いながら、そう考えたら最終的な着地を考えたら、まあ、僕が考えたカットとかはいらなかったのかなって、それが、まあ、その本当にプロ同士が付き合ってブラッシュアップした結果なのかなと思うと、まあ、そういう意味で、まあ、その自分の、まあ、修行の足りなさっていうものを痛感したりとか、まあ、あったかなと思います。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕は実習制作映画を3月15日に公開したんですけど、ラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターっていうので、それの90秒の予告をこの後流します。でお時間ある方や興味がある方はですね、概要欄にリンクがあっているので見に行っていただければなと思います。ということで終わります。